ばんは。こんばんは。またこの3人ですね。この3人といえば、はい、言えば、はい、駅の検証ですよね。はい、はい、検証です。今日はどこの駅ですか。島野さんで、はい、はい、行きたいと思います。早速駅の紹介をサクサクいっちゃいます。今日は、うん、はい、クリンチフラッシュブーストのラトルなしです。ラトルなしですね。はい、次が同じフラッシュブーストなんですけど、ラトル入りですね。ラトル入りのフラッシュブーストです、うん、はい、最後に通常の、クリンチですね。まあ、元からあったクリンチ、はい、ラトル入りとラトルなし、はい、はいはい、でございます。この、はい、3種類で今回は検証をしていきたいと思います、うん、はい。前回は山下の時はボディの形状が違って色を統一したよね、うん、そうそうそう。で今回はボディの形状を全部統一して、全部クリンチ系なんで全部一緒ですね。カラーが違うんで、うん、ラトル入りとラトル入りとフラッシュブーストと検証をしていくので、うん、まあ月明かり的にはまあ、うん、月明かりも結構あります、うん、今日何しよう。今日はね、流しを流しを、うん、どの AE が釣れるのかと、うん、はい、早速やっていきます、はい、はい、の前に、うん、はい、これ争奪戦になると思うんですよ、このエギ。あ、どれがいいか、ちょっとね、はい、ミニゲームを用意しておりますと、はい、はい、エギがここら辺にある状態で誰かが手を離します。おで、掴んだところが下の人の方が、うん、選ぶ権利がある。え、待って待って待って、エギで。そうよ。一言聞かせて、うん、落としたらどうすると。だから選べないですよ。あ、まあ、最後になっちゃう。ここを掴みたくない、やだなって人はもうしませんよ。するって。俺は選びたい。じゃあ誰から行く。いや、痛いの嫌やん、誰しも。そしたらスルンって落としてよかったよ。日本やろ。そうそうそう、他の指で触ってもアウトやけんね。痛い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 。はい、落とした。はい、落としました。バリー行くのある。はい、ショッタくん、はい、行くよ。ちょっと待って、もう無理って。じゃあふみちゃんやっていきたいと思います。はい、あらーへー。僕が選んでゆこいや絶対痛いやん、普通にさ。ほらほら。はい、じゃあ俺から選んでいい。いいよ。実はこの駅俺のなんすよね。これでチョーカーめっちゃ上げてるんで、へ、俺はこれにします。なんで選んだかって、ラトルありとなし使えるの自分だけなんですよ。確かに確かに、こっちはもう決まってるんで、ラトルなしなしこれかあり。あ、そっか。ってことで、はい、自分はこれを。じゃあ俺刺さったけん俺が選んでいい。いいよ、うん、ラトルなしがいい。マジ、うん、これラトルあんまり好きじゃないんです。なるほど。フラッシュブーストラトルなしの方ね。はい、で俺やっていきます。じゃあ俺ムーア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 ムームーブルー。あー違う、さすがやっていきましょう。はい、ってことでやっていきます。フラッシュブーストラトルなしやっていきます。はい、スタートしていきます。気になってたピンクグロー、ピンクグローからいきます。秋のねラトルはね強いでしょうと。いいね、潮いいよ、ぼちぼち流れてるね。もっちの立ち位置が一番いいかも。下がちょっと左行っとるよね。一発目はまずはラトル入りからですよね。はい、クリンチのマーブルピポー。マーブルカラーね好きなんですよね。これ実績カラーですから、自分の中でね、こう状況に合わせたカラーもそうですけど、自分の中でやっぱこう合ってるなって感じるカラーで重要だと思うんですよね。今日流し用ですけどね、比較的今キャストした感じは塩は良さそうですね。このポイント久々やけんちょっと楽しいわ。穴の中入った？取れんもう。この穴の中、これほら、このピンクなのにカニ、これほら取りたいけどさ。おお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 
ガーン。これはなんていうカニですか。わかんない。俺勢い余ってリール海水につけてしもたし。でかっ。ちょっと俺一人長靴やけんが一個先の岩に飛んできました。それではね、もっちと同じ岩に乗ってまいりましたと。来た来たー。へい、手前やったね。結構手前でしたね。いいよ。あれほい。あれこれカメラ向けてなかった。なんでカメラ持ってこん。ほいほい、ナイス。どんな感じでしたか。軽い当たり、ね、なんか多分手前に当たるような当たり、うんうんうん、ベイトのラインに当たったかなっていうぐらいの当たりでパンって合わせたら乗ってきたっすね。マーブル下地ね。マーブル下地のラトル入りでございます。のクリンチ、あれおぉ2人フラッシュブーストとか使っちゃって。だから言ったじゃないの。おーいしょい、わーいしょい。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱマーブル下地なのよ。かわいそう。指やからよね。声変わりして戦う。ねえ、当たった。よいしょー。当たった。入ってきたな、この塩で。入ってきたね。取れてましたね、当たりが。はい。しっかり。はい。あ、持ってったと思って。はい、ハンドランニングで。ガジガジ。ガジガジ。本当。もう抱きまくり抱きまくり、絶対食べたい。絶対食べたいって。いい感じでした。それはエギはフラッシュブーストの、はい、これ手持ちで持ってた分なんですけど、ラトルなしのちょっとカラーが分からん、うん、ほらキラキラしてるでしょ。はい、ナイスです。あざーす。はーい、よいしょ。さっきね、ちょっとラトルでラトル&マーブルでね釣れたんで、引き続きラトル&マーブルで行こうと思います。え、うわー最悪。これこの中で絡まってる。あれ、このパターンもっちが釣るパターンじゃない。どのパターンよそれ。あ、そうかも、そうかも。ほら、待ちなさい。なかったと今の予言、フーミンの。あれ、このパターンもっちが釣るパターンじゃない。な、今の予言の。だってショタが、うん、あのトラブった時には あなたが釣るっていう。どういうことね。フーミンが俺が来るパターンじゃないのって言った瞬間、エギのスーって入っていて。いいサイズだと思うよ。そことこのサイズあると思うよ。え、待て、あ、危ねえ。足一本。サイズいい。あ、ちょっと待って。うわ、あ、サイズいい。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。おい、来ました。いや、いいサイズ押す。いいサイズ。いや、なんか走ったもん、めっちゃ。フーミンの予言通り。やばかったね。うん、マジ言った瞬間当たったもん。いや、マジショタがトラブったらするよね。な、あんたたちなんかリンクショット。ちょっと後で検量します。はい、どーす。人がトラブればモッチが釣るんですもんね。ムカつきますね。フルキャストの時にここに団子できちゃって手で回収したっす。
さあ気を取り直してやっていきましょう。はい、さあそれではもっちくんの横ベタベタで釣りをしようと思います。潮が入ってきてたんかな。まあ言ったらここで結構してたしとったけど中層が良かったのかな。その中層の感じ。なるほどね。手箱を広げて。うん、本当でもマジあれね、動いた瞬間やね。当たった。あ、くそ、今の魚クン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 ってなったけんイカかなと思ったけど、こうイカかな。あ、あ、イカやった。イカやった。すみません、寝かけたと思ったらめちゃめちゃ足手前で超ちっちゃい。いやいやいや比べ物にならんぐらいちっちゃい。寝かかったかなと思ったら乗ってました。あざーす。このカラーがいいんかもしれんですね。これ色の分かんないんですよね。このカラーいいかもしれん、うん、ちょっと色変えてみようかな。ちょっとエギチェンジしてやってみます。はい、おぞーす。おぞーす。さっきの釣れたカラーがこっち、金アジカラーのこのフラッシュブーストに変えてみようと思います。計量してみようと思います。当たってみましょう。俺マジこのサイズマジ久々、こんな大きいの。ヘローヘロー YouTube ヘイヘって笑うのやな。ゼロですね。いきます。飛んでる。飛んでるね。あ、はいはい。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って待って。見して。わー。はい、どうぞ。あ、この間の風味バージョンや。そうでもなかった。520か。うん、520か。うん、いや、なんかでかく見えるとけどな。うん、長いよね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。釣れましたね。釣れましたね。絶対懸賞券持って。絶対ですよ、絶対参加せんね。新しい駅使うことってやっぱ自分の幅も広がるわけ。まあ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 、うん、クリンチってのがですね、うん、もう動き自体が、うん、まあ普段自分たちが使ってる駅とは全然違う動きで、うん、全然違った、うん、引き抵抗がなんか違ったよね。シャクリアとの、うん、なんかホールに入る時の糸の入り方っていうか、うん、まあそれはめちゃめちゃ楽しかったんで、実際昼にね使ってみて、うん、どうなのかなってみたいな、やってみたいなと思うのと、うん、消化的にも上がってるし、上がったね、うんうん、ほんと短時間だったんですよね今日はね、うんうんうん、今日ね時間があんまりなかったんで、うん、上出来なんじゃないかな。上出来、うんうん、サイズもね秋らしかなる、うん、サイズもいっぱいは上がって、うん、500ちょいか、うん、500ちょいね、十分っすね、うん、楽しかった。一人だけね楽しんだんじゃないですか。超楽しかった、はい、でしょうね。俺も楽しかった。シマノも使ったことなかったけど違いのちゃんとあって、うんうん、楽しかった。で結局もっちが使ったのは今回これ1本だけ自前で持ってたんですよ。フラッシュブーストのこのラトルなしだったんですけど、うん、何色なんすかね。ちょっとマーブル、クリアのマーブルじゃないか、うんうん、マーブル系のやつなんですけど、うんうん、これがこれで3倍か、うんうん、よかった。最初ずっとパープル、うん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 、同じような感じやパープルみたいなやつを投げてたけど、うん、まあでもまあそのタイミングっていうのもあるのかなとは思うけど、まあまあまあ、潮のね動きの、うん、釣れ始めてからあったけんね。トゥーミンが釣れてからちょいポンポンって釣れたけん、うん、釣ってない人もいるんでね、うん、あ、そうや。プーミンが釣ったのはね、うん、これです。あ、下地がマーブルで、はい、以上です、はい、まあ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 、まあ、気になる方は、はい、ぜひあの、まあ、使ったことない方は特に使ってみたら面白いかもしれないですね、うんうんうん、俺マジでエギオ系しか使ったことなかったけん、うんうん、これで違うエギで釣れたけん、うん、次他のエギも使いたい、うん、ってなった、うん、俺もう二度と使いたくないそんな感じでね、はいはい、少しでも参考になったなと思ってくださる方は、はい、チャンネル登録、高評価、ベルマークまでよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。うんうん、どうぞ。二度としねえ。
ー